サロマ町の一北海道サロマ町流管災害は2006年11月7日午後1時30分頃北海道所郡サロマ町若狭の国道333号新サロマトンネルの工事をしていた作業員用のプレハブ小屋周辺で竜巻が発生し9人が死亡した災害である戦後日本の竜巻による被害では最悪の死者数気象庁は竜巻の規模について 当初は暫定的に回2以上と発表したが、被害の状況から F3 以上ではないかという見方も強かった。その後の調査で F3 であると発表がされた。なお、気象庁の F3 発表の前に、北見工業大学土木開発工学科教授の大島俊之は調査の結果、瞬間風速が毎秒83メートルに達することが判明。 F3 であると発表していた。当日、北海道から関東地方にかけて寒冷前線が通過中で、特に北海道のホーツク海沿岸から東北地方の日本海側にかけて大荒れの天気であった。また、北海道付近にあった低気圧が発達し、サロマ町のある網走市町上空は大気の状態が非常に不安定であった。このことから竜巻は スーパーセルに起因するとされている。また、寒冷前線の西側には強い寒気が控えていて、前線の西側であった大阪では小嵐一1号が観測されたが、前線の東側にあたる東京では、9月の中旬から下旬並みの気温であった。サロマ町周辺では、この寒暖の差が非常に激しい気象上の区域に入っていたものと見られる。2007年に設置された、 異例被傷者が多数出た若狭地区では、新サロマトンネルの掘削工事が行われており、ちょうど被害の出た場所に作業員用のプレハブ小屋が3棟建てられていた。そのうちの2棟が屋根もト突風に吹き飛ばされ、倒壊した。当時、多数の作業員が会議のため、プレハブ小屋の2階にある会議室に集まっていたことが、9人の犠牲者を出す結果となってしまった。 死因はいずれも竜巻災害に典型的な脳挫傷である。一方で、住宅地にも甚大な被害が出たにもかかわらず、当該住宅地の住民の被害は怪我人が9人出ただけであった。これは、竜巻発生当時、住民の多くが近所で行われた葬式に参加するなどして家を留守にしており、偶然にも竜巻被害を免れたためである。現場では、 大型トラックがいとも簡単に吹き飛ばされたり、まだ新しい家の屋根が吹き飛んだり、電柱も根元から倒れて吹き飛ばされ、被害の凄まじさを物語っている。被産物は被災地から10キロメートル以上離れた地域にも多く、落下した。電柱が多数倒壊したため、11月7日午後10時頃まで、佐マ町と北見市の一部において、住宅631戸で停電が発生。 また、現場付近の住民も避難した。ありがとうございます。